そしてホームランのマーソンと回るこの後の打席です。宮城がさあリード、豊か打線の援護をもらって臨む4回の表のマウンドです。タイガースとしてはこの鳥谷がまずチャンスメイク、そしてマーソン新井、ここにつなげていきたいところ。宮城にもさあゲームの中盤に入っていく中でその修正はどうでしょう。川口伊藤総合コーチも、まあ、前回の宮城に関してはちょっとストレートがシュート回転していたというふうに振り返っています。前回登板の2日後、まあ、多くのピッチャーは休養日に登板2日後が当てるんですが、その2日後もブルペンに入って修正をピッチングコーチが見守る前で投球練習を行っていました宮城です。ちょっといろいろ考えすぎてるところはありますよね宮城が。はい、川口コーチも今更この技術的なものを大きく変えるということではなく、うん、自分が一つその経験を経てなんとか壁を自分で乗り越えてほしいんだということを話しています。まあ、器用なピッチャーでストレートもそこそこ速くてどんな球種でも投げられるというのが特徴なんですね。それをこう生かしきれてないって言いますかね。そうですか。こう軸になる球っていうのを、まあ、例えばストレートでいってこういう緩い球は見せ球にするのか、全部が全部勝負球っていうわけいかないと思うんですよね。何かこう自分のスタイルっていうのを身につけてほしいなっていう感じがしますね。点を追いかけるタイガース、先ほどホームランのマークです。この辺り左中間、バックスリーの左に飛び込みする第12号ソロホームラン、1点を返します。はい、このマートンのホームラン弾はホームランコメントというのはまだ届いてないんですけれども、首脳陣が期待していましたクリーンアップの一発が出ましたので、そうですね、この後の攻撃に大いに期待がかかりますね。はい、いかにこのクリーンアップ3番の鳥谷、4番マートン、そして5番に定着している新井、このクリーンアップで得点できるか。最近の5試合では3番8分1厘、さらに状態を上げてきています。一方いい時の宮國というのはちょっとバロメーターもあるんでしょうか。そうですね、まあ、どのボールでもまあストライク取れるということが宮城の最大の、まあ、いいところなんですけど、それを全部決め球になるかって言ったらその疑問がつくんですかね。ウィニングショットですよね。ウィニングショットはこれだっていうものを身につけてほしいですね。スライダーなのかフォークなのか、はい、というところでしょうね。ここはインサイド一つ見せます。ツーボールワンストライク、クイックとか牽制とかそういうところも非常に宮城投手は上手で、器用さはすごくあるんですよね。はい、それはまあ、あとは自分のスタイル、まあ、どの球でもストライク取れるっていうのは特徴なんですけど、やっぱりウィニングショットでしょうね。こういうカウントになった時に何で仕留めに行くかです。はい、これが一発で仕留められるようになると今日の試合だって勝つ可能性は十分に高くなってきますね。この当たりはフラフラと上がって、この面白いところに落ちるか、ここはベンチを抑えました。ワンナップです。ここは配送していって最後はグラブに収めましたベラルです。
キーですからね、取る取らないでは全然変わってきますからね、はい、さあワンアウトランナー一塁で5番の新井を迎えます。松田さん、はい、今日のジャイアンツ先発宮城に関して阪神の水谷陣バッティングコーチなんですけども、はい、今日はストレートで押してきているし、普段と比べても今日はストレートに力があるのじゃないかなというふうに見ていますね。そうですか。でストレートで押してきているならば、そのストレートをしっかり打ち返すことだと、であとはストライクからボールになる変化球、これを見極められればおろっとゾーンが上がってくる、すなわち移行期が生まれてくるということですね。なるほど。ストレートに関しては水野さんはどういう見たんでしょう。いや、まあまあだと思いますね。あと今初球に投げたようなちょっとツーシーム気味にマートにもシュート気味に投げてるんですけど、はい、その球を生かしてスライダーカーブですね、あれが苦労してリードするようには思いますね。さあここはインコースに決まりました。ワンボールツーストライク。ただここももし一発が出ればつまり同点という場面ではあります。いや、そういうね、悪いイメージを出さないように宮城はもう雨のみあのリードを信じてもう投げ切るだけでしょうね。もうちょっとあのここのところあまり結果が良くないと、はい、そういうことばっかり考えてしまうんですよ。ここで、ま、あのどうホームランだと同点だなとか、そうじゃなくてもうあの後のこと考えないで目の前の次の1球次の1球というようなことを考えていった方がいいかもしれませんね。今50球目それで外にスライダー系を投げて比較させるような、ちょっとこの中になりました。変化球バットが空を切っています。ちょっと危ない球でしたけど、ね、はい、三振。田中さん、はい、どうぞ。各地ですが、あの球団初の優勝マジック点灯を狙う楽天が先制点を許しました、はい、3回の裏オリックスロッティーノの犠牲フライで1点を挙げています。1対0となっています。また昨日史上最速の55ホームランを放ったバレンティンですが、第1打席はセンターフライでした。まあ、楽天は、まあ、このままのリードで守り切っていくっていうのは、まあ、経験はやっぱジャイアンツの方がありますから、まだまだ楽天選手はたくさん痺れるでしょうね。この後痺れる、現在ロッテとは 4.5 ゲーム差。この当たりはファウルです。ファウル、痛烈な非常に鋭い打球でした。福留、まあでも痺れてるところでどんだけのパフォーマンスできるかっていうことですからね。そうですか、はい、その首位争いできるっていうところにいるで野球ができる幸せですよね。まあ、そこで楽しんでなんかできませんから、はい、そこで痺れながら緊張感を持ってハラハラドキドキしながら、それでまあやっぱり興味深も出てきますよ。その中でどれだけのことをやれるかっていうのは本当のプロ野球選手なんですね。そういえばそのドキドキハラハラということで言いますと、今バッターボックスにいる福留が話していたんですが、今阪神はもう追いかける立場、うん、で実際にもう負けられない試合が続く中で、この緊張感の中でむしろ縮こまってやっていてはダメなんだと、うん、もう攻めて攻めて失敗したらもう胸を張って帰ってくるぐらい、それぐらいもう攻めていかなければいけないんだというぐらいと言ってましたね、はい、だからまあ相手の優勝は決まる瞬間まで自分たちの可能性がある以上はやっていくのがプロですから、はい、ジャイアンツもマジックはいくつでようが優勝が決まるまで全く手は抜くことはないでしょうし、まあ、それがまあペナントですからね、はい、まだまだ、まあ、優勝の可能性はジャイアンツも近いですけど、まだまだどうなるか分かりませんよ。そうですね。ここは空振り。ジャイアンツは今日含めて残り31試合、阪神は34試合残されています。今のフォークなんかでもしっかりやっぱり腕振れないと空振り取れないですからね。今もね、阿部が腕振れってなりましたけど、阿部確かにあのジャイアンツの川口ピッチングコーチも阿部のこのリードに対してそれをしっかりと理解して、うん、宮城が投げていってほしいんだということは言っていました。相
手バッターの、まあ、インコース、ここを自分の中でもしっかりと投げ切れるかどうか、このあたりもコーチから悩みに対しては言葉が送られていましたが、ここはちょっと逆になったでしょうか。今でも4球目5球目続けてインコースに要求してるんですよ、はいはい、阿部が隠れるところまで行ってるんですよ。それがヘッド回転してるんですよ。この辺が宮城の優しさなのか、あのちょっと開きが早くなって今のシュート回転してしまうんですけど、あれをインサイド投げ切れると、あの外に投げる変化球っていうのが変わってくるんですよね。インコースを投げ切れるかどうか、ええところ捉えたか、広めの当たりは